はい、どうもショータイムゴルフです。115 50、はい、うん、これ上げてますね。この段がね、ちょっとピンの手前、そう、ピンの手前、多分7ヤードぐらいの手前だと、もう全部戻ってきてフェアウェイまで落ちちゃうんで、こう大きめにね、落ちる落ちる、大きめに行きたいところですね、ここは。ピン筋ってるね。うわ最悪。ほら俺の忠告聞いてないから。いやバカっすね、本当に。イディオットですね。ピーで。はい、ピーで。翔太さんの忠告を聞かなかった俺は、あんなとこまで戻ってきちゃいました。奥目すかこれは。段の奥に乗せれそうです。おお。うまっ、ナイスです。戻ってきてます？めっちゃ戻りましたね。ナイスです。あれをしたかったんですね俺は。なんですよ、攻め方は。これがプロとアマチュアの違いですね、やっぱり。そうだね。いやアマチュアだわ。リタードですね。ちょっと難しいアプローチがね、ちょっと残っちゃいましたね。段越えてすぐにピンがあります。何度？ 50。 転がしで50で転がしていく感じで、うまっ、うまいね。オッケーでしょ。ああこれは入るでしょ。ショートさんのバーディーパット、下りフックライン15フィートぐらい。おお、来た、ナイスバーディー。いいっすね。やっぱね。パタいいっすね。ダメじゃん。どうしよう。むずいな。このホールむずいっすね。結構。この池は越えていくんですか？池越えのラインじゃないと。ドライバーだと？狙えないよね。きつい。ああ。ダメが。あ、これパファイブなんですか？パファイブ。あ、そうなんだ。おお、ナイスじゃないですか。完璧。完璧？完璧だぞ。ちょい左ですか？あのフェアウェイの。いや、池がちょうど入り込んでる。ああ、完璧。よっしゃ。池の上狙ってこうよ。ここの池の左端の上のラインがベスト。左行っちゃうと突き抜けちゃって2打目が狙えないですね、ここは。狙えちゃダメですか？ショータイム的に狙ったもん。いや、刻んでいいけど。刻んでいい？じゃあ刻みますよ。つまらん男ってなるよ。大丈夫？ドライバーで打つんですか？誰もないです。男なんで。男見せますか？Be a man ということで。いやー、やばい。ちょっと巻いちゃった。池怖っ。あ、大丈夫大丈夫。大丈夫カート道路。よかったー。カート道路のね、左側にあるんで。一番近い
芝生のところがここら辺なんで、ここからファンクラブレングスということで。それは変わってないんだっけ、新ルールでも。変わってないです。なんか、そうっすね、変わったのが確か膝から落とすんだよね。膝から落とすみたいな。うん、どうやって落とす、ここからってことですかね。うん、膝から落としますね。それでやります。はい、はい、でもこれ前出ちゃったからもう一回します。うん、そうだね。 OK、 これは OK ですね。で、高井戸くんはインテンショナルフックをかけて狙っていきますよ。刻むっすか。230ぐらいかな。230ぐらい上り何番。9番で。9番フック、9番でフック。うん、ストレート。うん、ナイスナイス、いい感じ。ショートさんはエッジまで206って書いてますね。何ですか。あ、センター211の上り220ぐらいでしょ。220。寒いんで、寒いんで、ハイブリッド登ってますよね、結構飛びますね。240ぐらい打たなきゃダメですよ、多分。おお、ちょい左だけどめっちゃ綺麗な球。どうしたんですか。乗りました。ナイスです。狙い通り。さすがっす。俺イーグルだな。うん、近い。76。60で。まあ、これはね、このバンカーに入れちゃうと結構深いんできついんですよね。だからバンカーだけは越えておきたいですね。バンカー結構怖いっすよ。竹内照樹目指してるから今。解説。解説。俺も解説上手くなりたいなと思って。竹内照樹めっちゃ褒められてるからさ。いや、待って、バンカーだ。俺が言ったやん、バンカーはダメだって。これが。そうだね、バンカーだけは越えておきたいって言ったのにちゃんとバンカーに入れてくる。やっぱり取れ高を考えてますね。取れ高のために入れたんですよね今ね。いろいろね、ありがとうございます。ピンが見えないですね、これ。バンカーから高く出すっていうのはやっぱフェースをきっちり開いて行かないと上がんないですね、やっぱり。しかも当たり前のこと言ってますよ。黙れ。フェース開いてきっちり、上げようとしないでちゃんと。うまい、うまい、うまい。まあまあすね。うまいですね、さすがです。あ、どうも。アメリカでやってるだけありますね。はい、ショートさんのイーグルトライ、下りのスライスライン。お、うわー、切れない。早っ、先。ナイスバーディス。ナイスです。これも、約まあ 2メートルぐらいの下りのフックですね。これもやっぱ
触るだけでいいと思いますね。これはやっぱ、カップ2個ぐらい曲がっていくと思いますね。これは2個って言いましたね。うん、2個以上、2個ぐらいかな。結構切れる。カップ5個ぐらい切れましたね今。もったいない。いいなと思ったら、LIKE ボタンを、また見たいなと思ったら、チャンネル登録ボタンお願いします。お願いします。